こんにちは。始まりましたミュウミュウラジオ第1回です。これから末永くよろしくお願いいたします。今回は私の応援している J リーグのプロサッカークラブザスパ草津群馬についてお話ししたいと思っています。まず J リーグは J1、J2、J3 からなっています。でザスパ草津群馬はこの中でどこにいると思いますかね。 J1 かな、 J3 かな、いや J2 なんですね。ザスパ草津群馬真ん中、 J1、J2、J2、J3 とある中の真ん中の J2 にいます。でテレビのスポーツニュースなどで日本代表以外で国内サッカーが取り上げられる時は大体 J1 のチームですね。鹿島アントラーズであったり、大宮アルディージャであったり、川崎フロンターレであったり、まあ皆さんがニュース、テレビの全国ニュースやもしくはスポーツ新聞などで普段目にする国内にサッカーニュースはほとんど J1 のニュースだと思いますね。で時々 J2 は三浦知良選手がゴールを決めた時に最年長記録を延長したなどと言って、取り上げてもらえることはありますが、普段はあまり全国的には放送したり取り上げてもらえない、そういった、J2 ですね。その J2 の中でザスパ草津群馬はどの辺の位置にいるでしょうか。J1、J2、J3 の中の J2、そのさらに J2 の中でザスパは上位、中位、下位っていうと大体どの辺にいるでしょうか。ちなみに J2 は22チームあります。 J2 は全部で22チーム。その中でザスパ草津群馬は2016年シーズンはダーン17位でした。ぶっちゃけ下位ですね。下位で毎年大体こんな感じなんですよ。毎年 J2 の下位にいます。ただ J3 には落ちてませんから、そこは頑張った降格争いに勝ったとそうポジティブに捉えておきましょう。毎年下位なんですけど、なかなか J3 に落ちずに、根性で頑張ってる、そんなチームですね、ザスパ草津群馬。でザスパ草津群馬の、データについてちょっと見ておきましょう。順位は17、勝ち点45、試合数42、試合数はみんな42ですけど、ね、勝敗でいうと、勝ちが11、負けが19、引き分け12で、得点が52点、失点66点で、得失点差マイナス14といったチームです。これね、失点がかなり大きいのはものすごい負かし合いがあったんですよ。J2 で2016年シーズン勝ち上がって J1 に行ったチームに清水エスパルスチームがあるんです。これ結構有名なチームですね。 J2 にいたんですよ、2016年。その清水エスパルスに8対0とかね、ものすごい記録的な大変をしたことがあったので、それでちょっと失点が増えたかなっていうところはありますね。はい、そんなザスパ草津群馬の2016年シーズンが終わりまして、さてオフシーズンとなりました。オフシーズンといえば行く人来る人ということですね。移籍情報です。ザスパ草津群馬で中心的な活躍をした選手も何人か去ってしまいます、チームを。残念といえば残念だし、去っている、ね、選手がいるってことは来てくれる選手もいるので、ポジティブには捉えたいですけどね。でその去っていく選手なんですが、主なところでは青木亮太選手、常盤聡選手が引退です。青木選手は何年かザスパに行ったのかな、30代前半くらいで、J リーグのプロサッカー選手としてはベテランの域ですね。であと常盤選手は20代後半です。
谷選手はなんか実家の家業を継ぐということで引退されるんですね。まあちょっとザスパサポーターからすれば、まあ、全然できるのに残念だなという気持ちもありつつ、まあ、第二の人生を頑張ってほしいとも思ってます。トッキーの愛称で親しまれて、で青木選手と谷選手は割と中心的な選手だったので引退セレモニーも開かれました。ちょっと感動的なね、セレモニーでした。まあ彼らの、まあ、これからに幸あれということでございます。他に、移籍する選手もいます。乾大地選手、吉浜亮平選手、中村俊選手あたりが、まあ、中心的な活躍をしつつ今シーズン限りでザスパを去る選手です。乾選手はディフェンダーで何年4年くらいいたんですかね。センターバックでして、もうレギュラーですよ、バリバリレギュラーで、バンホーレ長崎に移籍します。で吉山選手は2年くらいいたんですね。で途中でちょっと怪我をしてしまったんですが、それ以外ではねかなりいい感じで活躍してくれた選手で愛された選手ですよ。怪我から復帰した時もこう弾幕が出たりとかねしてね、で結構上手い選手で左利きのいい選手なんですけど、町田ゼルビアに移籍します。で中村選手です。中村選手は2016年シーズンにルーキーで入ってきた選手です。大卒ルーキーですね。22歳で入ってきました。最初アマチュア契約だったんですけど、活躍が認められてプロ契約になって、それでモンテディオ山形に移籍します。這い上がってきた選手ですね。この選手も、まあ、割とオールマイティ型のボランチの選手で、これからに期待が持てる選手だと思うので、山形さんぜひ育ててください。あとは、この選手を忘れていません、瀬川雄介選手が大宮アルディージャに移籍します。で瀬川選手というのは2016年シーズンザスパ草津群馬で最も活躍した選手と言って過言ではないと思います。最初の方に、言ったと思うんですけど、ザスパ草津群馬は全部で52得点ザスパ草津チーム全体で取ってます。で瀬川選手の個人記録を見るとゴールが13、アシスト11なんですね。で足すと24ですよ。で半分以上は瀬川の得点といっても、瀬川の得点もしかしたら瀬川が関わった得点なんですよ。そのくらいザスパ草津群馬で大活躍の選手です。この選手も中村選手と一緒に大卒ルーキーということで明治大学から、新加入した選手ですね。なんでも他のクラブからお誘いなかったらしいですよ。でプロにならずに民間企業、他の企業に就職することが内定していたらしいですよ。それを蹴って J2 のザスパ草津群馬に入ってきてくれたと、よくぞ入ってきてくれたという感じですよ。はい、それで、まあ、大爆発して J2 のベストイレブンに選ばれます。すごいですね。だってザスパ草津群馬は J2 の中で17位ですよ。下位ですよ。下位のザスパから1人だけ J2 のベストイレブンに選ばれてるんですよ。そのくらい活躍した選手です。なので、まあ、いろんなところから、お声掛けがあったと思います。目に留まってね。でその中で大宮アルディージャという J1 のシーズンでは5位だったチームですね、 J1 の上位にいる大宮アルディージャに完全移籍することとなりました。これもステップアップにもなるので、まあ寂しいといえば寂しいですけどね、残念といえば残念ですけど、まあでも本人のためにもやはりレベルの高いところで頑張ってほしいですし、まあ、応援したいと思います で、瀬川選手と同じようなパターンというのは昨年もありまして、江坂当たる選手が2015年シーズン大卒ルーキーで加入して大活躍したんですね、ザスパ草津群馬で。それでまあ目に留まって大宮アルディージャに、同じ大宮アルディージャに引き抜かれたという、そういった過去があります。なので江坂選手と瀬川選手が同じ大宮アルディージャに加入、プレーすることになります。江坂選手は J1 でも全然通用してますよね。8得点挙げたんでしたっけ。 J1 で8得点はすごいですよ。
しかも上位のチームで、まあ、中心選手のうちの一人と言ってもいいと思います。なので、まあ、江坂選手同様 J1 でもバリバリ活躍して、でゆくゆくはこの2人は代表チームにも入れるような逸材だと思ってます。いい選手です。2人ともフォワードもしくは、ミッドフィルダーの前の方なんですけど、非常にいい選手なのでこれからに期待しています。あとは、選手ではないんですが監督ですね。服部裕樹監督、前橋商業出身の服部裕樹監督が2年間ザスパ草津群馬の監督をしてくれたんですけど、今シーズン限りで、まあ、退任ということになりました。本当は3年残ってたらしいんですけどね、あと1年3年契約であと1年残ってたらしいんですけども、いろいろごたごたがあって、退任ということになりました。でその代わり行く人がいれば来る人もあるということで、森下監督、森下仁監督という J1 のサガン鳥栖や、ジュビロ磐田で経験を積んだ監督が来てくれることになってます。まあ、あんまり評判良くないんですけどね、ぶっちゃけまあでもね、まあ、来てくれるっていうからにはもう期待するしかないですね。はい、頑張ってほしいと思います。さてここで、1曲お送りして、あと後半はこれからについてお話ししたいと思います。はい、みゆみゆラジオザスパ草津群馬についてお話ししています。後半始まります。で前半の最後に行く人の時に来る人って言ったんですけど、とどまる人もいますね。でとどまる人についてちょっとお話ししたいと思います。例えば清水啓紀選手ですね。清水啓紀選手というのはキーパーなんです。ですごくいいキーパーだと私は思ってます。2016年シーズンに新加入した選手です。大宮アルディージャから期限付き移籍、レンタルって言ったりしますね、で移籍してきた選手です。でフットボールラボっていうサッカーのいろんなデータを載せてるサイトがあるんですけど、そこによると清水啓紀はセーブ、まあ、ボールを止めることですね、セーブの記録が今季累計 18.3 でリーグ2位、 J2 で2位です。すごい、すごくないですか。まあ、清水に啓紀に助けられたと言っても過言ではないシーズンだということですね。他にあと高橋俊太選手で、高橋選手も昨年2016年シーズンに新加入した選手です。高橋選手は11得点、瀬川選手についてチーム2位の得点を上げている選手で、非常にこの選手も素晴らしい選手、スピードもあって点も決められてクロスも上げられる、ツイッターもよく更新している選手ですね。で俊太って言ったりしますか。で俊太も残ってくれます。これもありがたい、非常にありがたいことだと思います。では、まあ、これも残ってくれる選手ね、いるんですかね、船津とかね、いるんですけど、あのパクゴンとかね、いい選手がいっぱい残ってくれるんですが、これなら来てくれる選手についてお話ししたいと思います。注目されているのはなんといっても日本体育大学の高井和真選手、ルーキーの選手が契約内定、加入内定しています。で高井和真選手について、私今まで知らなかったんですけど、すごいニュースになりましたよね。 J2 界だね。そんなに全国ニュース NHK でまんま取り上げるとかそういうわけじゃないんですけど、 J2 好きな人、 J2 ウォッチャーの中では注目された、 Twitter の、トレンドに上がるくらいのニュースでした。なんでも、2016年第90回関東大学サッカーリーグで14得点を挙げ、得点王に輝いたミッドフィールダーの高井和真選手、すごいですよね。関東で得点王ですよ。で
今見てるのがサッカーキングというウェブのスポーツ、まあ、サッカーについてのニュースメディアなんですけど、そこによると J1 を含む複数クラブから打診を受けていたらしいですよ。まあそれはそうですよね、得点を取ったらね。でその中で群馬選手群馬に来てくれるんですよ。これすごいですよ。群馬って J2 の下位ですよ。 J1 のチームからもオファーもらってるのに J2 のしかも下位の群馬に来てくれるってことはニュースになったんですね。自分を本当に必要としてくれていると感じたとコメントしてます。まあ他にもいろんな理由はおそらくあると思うんですが、江坂選手、瀬川選手といったサス爆殺群馬で、ルーキーでバリバリ活躍して、で J1 に引き抜かれるという、そういったサクセスロードを描いている可能性はあります。 J1 にいきなり行くとやっぱちょっとレベルが高いんで試合に出れなかったりする可能性もあるんですね。まあ、J2 だから必ず出れるという保証はありませんよ。J2 もまあそれなりにレベル高いですかね。まあ、J1 と比べたらでも J2 の方がまあ試合に出やすいしっていうのがきっとあったんじゃないかとも言われてます。まあ、私もそう思います。J2 のサスパで、まあ、レギュラーを獲得してバリバリ活躍して、でプロの世界に慣れて、で、まあ、2年目3年目でさらにステップアップと、まあ、サスパ草津群馬が J1 に行ければいいんですけど、まあ、ちょっと現実的にちょっと厳しいところもあるので、いやいや、もう夢はあるんですよ。理想としてはそうなんですが、まあ、もしそうでザスパーが J1 に行けなくても、まあ、個人的に移籍、降格っていうことは、まあ、もちろんあり得ると思います。まあ、ザスパーからすればね、いなくなってしまったら寂しいですけど、でも引き抜かれるくらい、 J1 から引き抜かれるくらい活躍してくれたらこれはむっちゃいいことですね。で今激サカというまた別のサッカーの、まあ、ウェブメディアに来たんですけど、ここでもインカレで得点を活躍した流通経済大学の江坂、明治大から加入した瀬川といった大卒ルーキーを育て上げた実績のあるザスパを選んだみたいなことが書いてありますね。まあ、育て上げたというかザスパはね、人手がない足りないのではい、大卒ルーキーでもバリバリ試合に出れます。そういう意味ではね、やっぱいいチーム、うん、高井君からすればいいチームだったかもしれませんね。はい、で高井君以外にも、高井選手以外にも来てくれる選手はいます。出岡選手、出岡大輝選手という選手が関西学院大学から来てくれます。でこの出岡選手というのもなかなか話題になったんですよ。なんと出岡選手は関西リーグの方で得点を取ってるんですね。高井選手は関東リーグ、出岡選手は関西学生サッカーリーグで17得点を挙げてるんですよ。で得点すごいですね。激坂の12月25日の記事では、群馬が関東関西大学リーグの得点をダブル取りとなってます。ダブルすごいですね。なので出岡選手についても注目です。まあ、あと藤原選手という選手、ディフェンダーの選手も加入することが決まってます。あとは他に岩田選手、市川選手、鈴木貴文選手等々、まあ、来てくれる選手ね、割といますよねこんなチームにね、よくぞ来てくれるという感じです。うち鈴木貴文選手、鈴木選手は町田ゼルビアというチームにいた選手で、なかなか評価は高いんですよ。私もあんまり詳しくは知らなかったんですけど、町田ゼルビア、まあ、サポーターからも愛されていた選手らしいですね。ただなんか去年、昨年8月に一身上の都合により契約解除という、まあ、ちょっと闇を感じるような辞め方をして、まあ、フリーになった選手ですね、が来てくれると。で鈴木選手もミッドフィルダーの選手で、なかなかフリーキックもいいボールを蹴るという噂です。ということで、
ここで来季2017年シーズンのスタメン予想をしてみたいと思います。ゴールキーパーは、まあ、清水啓紀ですよね。2016年リーグ2位のセーブを挙げた清水啓紀、まあ、怪我がなければ不動だと思います。でセンターバックがねちょっと微妙なんですね。乾選手が去年までいたんですけど、まあ、移籍してしまうので新加入の藤原選手が来るか、もしくは、まあ、去年からいるパク・ゴン選手、パク・ゴン選手という韓国の選手ですけどもう残ってくれるんですね。でパク・ゴンはもともとブランチの選手なんですが、昨シーズン途中からセンターバックやったら結構ハマって、まあ、レギュラーに定着した選手です。まあ、あと川口選手という選手がいるんですね。彼が大卒で3年目かな、次かな、3年目か4年目か、まあ、そんくらいです。でなかなかフィジカルが強くて背が高い野獣という、ね、ニックでも言われてますけど、ね、まあ、川口選手もあり得る、まあ、この辺りが候補ですね。で左が高瀬選手というのがいたんですけど、いや怪我をしてしまって来シーズン最初は出れないんですね。なんで誰が来るのか、坪内選手の可能性が高いと思います。坪内選手も昨年加入した選手で J1 を経験したベテランの選手ですね。もともとはセンターバックなんですが、サイドも去年途中からやってなかなかこなしてますよ、いい感じに。で右サイドが、まあ、船津選手かなと思われます。船津選手、まあまあ失敗もするんですけど、まあそれなりに、それなりというまあそれなりということで行間を読んでいただければと思います。でボランチがね、松下選手か中村俊選手かかなと思います。松下選手はまあ中心選手ですね。でもザスパーの、まあ、大黒柱と言っていいような選手です。まだ契約更新の発表が正式にはないですけども、おそらく残ってくれると思います。でミッドフィルダーのもうちょっと前の方に山内選手っていう選手が、大卒ルーキーで去年加入した選手がいて、で今年も多分契約更新してくれれば山内選手が、まあ、シャドウって言ったりしますかね、ミッドフィルダーの真ん中の前の方に残るか、もしくは高井選手がルーキーで入るかって感じです。で左がミッドフィルダーの左のウイングというか、こういってミッドフィルダーは、まあ、高橋俊太でしょうね。で右が鈴木選手かな、町田から来た鈴木選手か。でトップは出岡選手っていうことになるんですかね。あとイガウって選手もいたりして、なかなかね、はっきりした絶対この選手っていうのは、まあ、松下選手と鈴木啓紀くらいで、他も分かんないところあるんですけど、まあその方がいいですよねそれだけね、いい選手が、ね、切磋琢磨してどんどん上に行ってくれればいいなと思ってます。でまあ理想としては高井和真選手が、まあ、江坂世界続いて大爆発してくれることを願っています。ということで、ニーミューラジオ第1回はこの辺りにしたいと思っています。では皆さん、さようなら、また会う日まで。